改めて今私たちが何をしているのか説明したいと思います。イスラエルがガザの最南部ガザへの侵攻を始めてしまいました。絶対に止めなければいけなかったことが現実になってしまいました。私たちはガザ侵攻、そしてガザ虐殺をずっと止めたいと思って行動してきました。でも日本政府はずっと動いてくれません。ここ7ヶ月間私たちのデモを見て見ぬふりしています。それならもっと大きく、もっと見えるように私たちの声を届けなければいけません。ありがとうございます。そこで私たち全員の止めろという声を一つ目のこの大きな布に集めて巨大なバナーを作ることにしました。ここに初めて来てくれた人たちの中にも、通行人の人たちの中にも、パレスチナで起こっているニュースを知って痛みや悲しみを感じている人も多いと思います。でもその気持ちをどう表現したらいいのか、何から始めたらいいのかわからない人もいると思います。まずはここに名前を書いてみてください。自分はこの虐殺を止めたいと思っているということを見えるようにしましょう。本名でも SNS のハンドルネームでもニックネームでも大丈夫です。全国各地でも同じアクションが行われます。それぞれの布を集めて縫い合わせる予定です。このバナーがガザ侵攻とガザ虐殺を止めろと日本政府に訴える署名になります。私たち民衆の声を政府に見せつけましょう。まだ書かれていない人はぜひ手を受け取ってこちらに名前を書いてみてください。上がっていて本当に今日生きるお金もない状態が続いています。自分の家が爆撃されて家がない状態で、テントも実は家賃を払ってもしくは購入してテントの生活をしています。ビニールハウスで生活をしている人もいるし、路上で生活をしている人もたくさんいます。そんな人たちが食べ物を得るお金とか、テントに支払うお金とか、家族の医療費とかを集める必要があります。ガザの人たちは自分たちで GoFundMe というチームサイトを自分たちに立ち上げて、そこに寄付してくださいというふうにお願いをしてくれています。私たちはインスタグラムを通して DM で毎日ガザの人たちからメッセージを受け取っています。本当に今大変な状況が続いています。1円でも100円でも1000円でも1万円でもいいので、10万円でもいいので寄付していただけたら確実にガザの人たちに届けます。ぜひよろしくお願いします。Every day we have so many requests from people in Gaza asking us to help them create a GoFundMe page. If you don't know what GoFundMe is, it's a website it's a crowdfunding website that people use for charity. So people are trying to raise money to raise funds for shelter, food, water, or up until a few days ago, trying to cross from Gaza to Egypt. We have a lot of people asking us to share their page or make a page for them. And it's up to this point that we cannot, handle everything. Like, we have to focus on a few because the prices are just crazy. They were already crazy a few days ago, and now since the Rafah invasion and the closure of all borders, no trucks is allowed in. Settlers keep blocking the trucks. So what used to be worth $100 two days ago, yesterday was worth $1. So, and just so you know, like a few weeks ago, in the center or the north, one bag of flour was like $600. So imagine what it is right now. It's just crazy. So we need a lot of funds to make a meaningful difference. So if you can,
there a few coins still. Please, we have donation boxes here. It would be greatly appreciated. Thank you. Thank you.